ということですね、今回はね、まあ、またまたヨッチにドッキリ仕掛けるんですけども、今回はヨッチにバレずにどんだけボディタッチができるのかというのを検証していきたいと思います。まあでもね、激しくやりすぎたらバレちゃうから、まあそのまま割れないようにでもたくさんよりできるのはどっちなのかっていうのをやっていきたいと思います。大胆にいっていこうと思う。ということで偽企画もお楽しみください。それではどうぞ。でもこれサブちゃんでしょ。そうだよ。よっしゃ、頑張るぞ。行くぜ。ちょっとヨッチ。なになに、ごめんなさい、映ってないの。え、でかすぎんだよ。いや、しょうがないじゃん。はい、皆さん、僕、やりたかったことがあります。あ、ごめん。ごめん。痛かった、ごめん。肘で攻撃されたい。ごめん。やば。はい、やりたかったことがあります。何ですか。子供の頃からの夢です。はい。カレーうどんを飛び散るの気にせず食べたいってことで。なんでやねん。あ、え、なんでやねん。だから、だから汚くなってお母さんたちに、お母さんたちに怒られるでしょ。うん、やっぱもう、そうね、ああ、はいはい、確かに ね怒られるわ。汚さずに食べなさいみたいな、うんうん、これをちょっと取っ払って、うん、普通にカレーうどんをもう本気ですすって食べて、今回はこの白 T シャツを汚した人が勝ちです。なるほど。はい、多く、多く、あ、どうですか。いや、これいらない T シャツかなと思って。ああ、まあいらない。これ3人とも一緒のやつ。首元めっちゃ熱いのに、やめて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 、で、勢いよく食べて、多く汚した人の勝ちで。なるほど、行きましょう。じゃあそれでは行きますよ。普通に食べるんだよね。普通に食べます。いただきます。もうこうやった時点でもう跳ねる時あるからね。あ、怖い。あ、あ、え、やだ、え、やだ、恥ずかしい。もう落ちちゃった。嘘、いいな、いいな、全然つかない。うん、いや、開け、うん、これやっぱ離さないと。ここ、あ、そういうことだ。近かったら、だって行くのではないから。あ、確かに、やってるか、確かに。あ、取れてるじゃん。なんで、これどういうツッコミだよ、それ。どういうツッコミだよ。あ、やばい、あ、今ので、あ、今ので、えー、ねえ、やばいやばいやばい、ズルだよ。痛い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 。やっぱこうやってやるのってまださ、汚さないようにしてるよね。やばい、離れてた。ねえ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 、え、今どれくらい、え、めっちゃ取れてる。でもほら、結構でかいのいるから、ほら、こう見て、この机見て、ねえ、痛い痛い痛い。順調にね、汚さを積み上げてる。おい、痛い。なんか今日雑な突っ込む。何それ。待って待って、もうちょっとついてる。あー、メガネ、ねえ、汚いよって。ダメだよ、汚いだよ、ダメだよ。あ、汚いだよ、ダメだよ、やっぱ。うん、食べやすいサイズになっております。俺、麺終わったからもう終わったんだけど、あの、他の人の受けに行かなきゃ。来たー、やっと来たー。美味しかったー。来たー。うわ、行ったね。いやー、美味しかった。あー、まあ、りっちゃんの方が勝ってる。うん、これ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 、どっち、これついてる。いただきます。なんかスキンシップ多くね。なんかこうやったらさ、グイーって言われてる。そう、そう、うん、え、ヨッチ意識すぎじゃないの。ほら、久しぶりにほら撮影してるから。あ、そういうこと、そういうことか。いや、いや、雑なツッコミとか。それはいつもね。これ、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 それいつもね。あれが、だっていつもね。ちょっと待って、もうちょっと終わるから。机がやば。伸びる、伸びる、あ、すっごい伸びる、すっごい伸びる、あ、伸びる、あ、すっこれ伸びる、やっば、うわ、タイムタイム、いた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 、めっちゃ触るやん今日。いた、いた、なんなんそれ、なんなんそれ、いた、なんじゃね、うんこついてるね。うわ、じゃ、うんこついてね、それはどうやって、ね、ちょ、待って待って、それ、ね、待って待って、待って待って、待って待って、不正です、不正です。おっぱい、いや、じゃあ、おっぱい剤もあるし、違う違う、だって私がだって例えばこうやってもうこうつかないから。いやいや、つくじゃん、つくじゃん、つくじゃん、ほら、待って、もうさ、それはダメだよ、反則、反則、それはダメだよ、君、不正だよ、なっちゃう。はい、不正です、それはもう、それ、ノーカウントで。待って、不正じゃない。ダメです、それは不正です。ほら、もう絶対こういうことしてこない。ふーたん、汗がすごい。うん、わわー、おい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 、あ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。こういうこと普通にあるからさ、辛いよね。あ、普通にもあるんだ。普通にあるから、そうなんだ。よし、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、じゃあ、はい、安定の時だな。安定です。てて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 、はい、てて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 てん、てててて、あれ終了でございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと、ね、判定をしないといけないので、はい、検証結果をちょっと、はい、そうですね、見ないといけない。ちょっと VTR を、 VTR をチェック、はい、チェックしましょう。そうですね、 VTR をチェックしましょう。いや、ずるいずるい、ずるい、うわ、出た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 、ずるいよ、やっぱりやってやがった、こいつら。うわ、最後最後って、うわ、これで終わりかな。はい、ということで、今回はヨッチにバレずに、はい、どっちがたくさんボディタッチができるかっていうのを検証してました、はい、いや、気づくよね、やっぱ今日はね、大胆だった。大胆、あ、触り方が、そう、あ、じゃあもうちょっとこうぐらいだよ。いや、だからさ、そう、あ、パチンとかさ、うん、こう、これはよくある、うんうん、でも、なんか、今回なんかグイってテンテンテンみたいな、グイってテンテンテン、うん、私はどうだ。え、いや、いや、普通だ。いつもあんな触ってんの。そういうの、マジで。か、まあ、よっちゃん気づくっていうのと、はい、あとは、なっちゃんはやっぱやり手だっていうとか、やり手ですね。やり手なのか、これは。じゃ、友達だと思ってる女の子に、例えば飲み会中に、はい、まあ、そのぐらいちょっと、おるぐらい触られたらどう思う。あー、なるほどね。そういう、そういう、そういう企画とかじゃなくて、そういう子だとしたら、うわ、どうぞ、ちょっと意識する。いや、意識というか、なんか、誰でもやってんだろうなと思うよ。はい、ということでですね、はい、あの、まあ、じゃあ好きな男の子にスキンシップをするときはまあ、さりげなく、まあ、バレない程度にやりましょう。はい、ということで、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。応募は下の概要欄からできます。よろしくお願いします。